今日はこの5種類を巻きました。乳酸菌を巻きます。今年1回目の乳酸菌です。今4つに分けました。これをジョロに入れてこれから巻いていきます。今日開けてみたらまだ発酵が終わってないようです。真っ白く糸状菌はついていましたがカラカラに乾いていました。水をかけて積み替えてまたシートをかけた方がいいというので積み替えます。3月8日です。確か甘い種をまいて5日目だと思いますが芽が出ました。見事です。3日前に降った雪も日陰にわずか残すだけですっかり溶けました。そしてシミも溶けたようです。土が乾き始めました。シミが溶けるまでは表面は乾きません。おとつい3月10日の昼頃から昨日の昼頃までに降った雪です。だいぶ量が減りましたが約40センチありました。そしてバイオマス温室の中です。4日の日に撒いた野菜の種がこんなに芽が出て大きくなりました。この一番伸びているのは大根です。総太り大根です。そしてこれは赤カブです。同じ日に撒いたものですがこんなに違います。そしてこちらは8日の日に撒いたものですからまだ芽が出ません。これからこの総太り大根の間引きをします。日中はこうして一部を開けて今はまだ温度が低いのでこの程度ですがもっと上がってきたらこれを大きく開けます。そして入り口も開放してあります。動物が入って中を荒らすといけないので網戸をつけました。3日ばかり前にもみ殻くんたんを作りました。軽トラトラック山盛り1杯で50リッター入りこの袋が13できました。やっと苗の定食ができるようになりました。これは赤丸二十日大根という大根です。それから今植えているのが小株です。白い小株です。あの畝の上に板を乗せてその上に椅子を乗せて座ってやるとすごく楽でいいです。皆さんどうしてるんでしょうね。これは私の発案です。凍結と霜に備えて不織布をかけました。私の愛耕運機です。三菱の MR6000 じゃないや 650D ですね。とても今日は土作りです。ここへは馬糞堆肥を入れました。一輪車で運んで馬糞堆肥を入れました。ここも同じで馬糞堆肥を入れてそれを
広げて、その上にもみ殻くんだんをかけていきます。しました。これで一応土作りは完了です。ああ、カラスが何か虫でも狙ってきたんでしょうかね。今季で土を耕すと必ず鳥が飛んできます。きっと土の中にいるいろんな生き物が出てくるんでしょうね。何を食べてるんでしょう。福寿草も咲きました。腐葉土作りの切り返しです。今年は、今回はこれが初めての切り返しです。やはり下に空気を入る仕組みをしてなかったせいだと思いますが、発酵が思うように進んでいません。それで集水パイプを入れようと思いましたが、考えてみたら空気が入ればいいわけですから、この剪定した針葉樹の細い部分をこうやって束ねて使うことにしました。31日です。今日は朝から雨なので種まきをしました。カリフラワー、チンゲンサイ、そして花のアスター、ダリア、これは野菜の枝豆です。これは昨日ホームセンターで買ってきて植えました。パンジーと、これは何でしょう、スミレでしょうか。ジャガイモの茎が50センチぐらいにはなりました。4月の下旬には食べられるといいと思います。31日の玉ねぎとニンニクです。そしてネギです。ほうれん草は動物に